語学留学、やっぱりマニラとかですね、セブ、ミンダナオのダバオとかですね、まあ、この辺っていうのは人気なんですけれども、まあ、おすすめの学校をやっぱり知りたいっていう声があって、まあ、なかなかですね、いい学校って少ないんですよね。まあ、コロナでかなり淘汰されてしまって、本当に、ちゃんとしたところしか逆に残らないのかなという感じはしてるんですけれども、いずれにしてもですね、まあ、やっぱり、これからっていうのは、本物の、学校しか残らないのかなというふうに思います。で、実際にですね、フィリピン留学で話せるようになるのかっていう感じなんですけども、結構僕の周りは話せるようになってますよね。というのは、欧米みたいにグループディスカッションじゃなくて、1対1なんですよね。人件費が安いので、1人の生徒に1人の先生がついて、もうみっちり教えてくれるっていうのがあるので、で、徹底的にアウトプットを中心にやれるってことがあるので、逆に欧米留学よりも僕はフィリピン留学をお勧めしています。で、いろいろ具体的なですね、良い学校もご紹介します。